日本三大和牛松阪牛、肉の芸術品の異名を持つ細かいサシ、甘くコクがある上品な香りが食べる者の心を魅了する。そんな最高級のお肉を調理する一人の男がいた。料理人今川春樹。1年前マリオシに入社したばかりの新人料理人だ。この日今川は料理人としての腕が試されるステーキ試験に挑む。三重県松阪市大通りに面した交差点に店はある。ひときわ目立ったレトロな看板には大きくビュー的な文字が書かれていた。朝8時、今川の一日が始まる。店に着いたら真っ先にコックコートへ着替え、まだ誰もいない調理場へ足を運ぶ。ここで多い日には1000食以上の料理が作られている。朝一番の業務は衛生管理チェック。飲食店にとって大切な作業である。そこからオープンに向けてひたすら仕込みを行う。今川が料理人を志したきっかけは至ってシンプルだった。高校生の時にメーカーのアルバイトをしていて、その時に人と関わるのが楽しくて、何よりその料理で人を幸せにとかそういうことができたら嬉しいなと思ったので、自分の作った料理で人を幸せに、それが今川の原動力だ。今川を指導するのはこの道20年以上の経験を持つ服部。丸吉の料理長を務めている。ちょっとすごい真面目なもんで、いずれ料理長ってやつだし、まあ、それを応援する形で頑張ってほしいです。期待して練習とかさせてもらってる時があるので、その期待に応えられればいいなと思います。この日ステーキ試験に使用するのは松阪牛のもも肉。適度な霜降りに柔らかくあっさりとした味わいが特徴だ。テストの際、今川はこのもも肉を使って16人分のステーキを焼く。素材の微妙な厚みで焼き加減が変わるステーキをお客の要望通りに調理するのは至難の業である。11時、試験の時間が近づいてきた。審査を行うのは代表取締役会長の広原光。普段は厨房に現れない会長の登場と試験への緊張でどこか落ち着かない様子の今川、ギリギリまで入念なチェックを行う。そしてステーキ試験が始まる。スタッフから預かった16枚の食券には味付けと焼き加減が記されている。この情報をもとに調理の手順を考える。10口のガスコンロしかない調理場で16枚のステーキを焼き上げるのは簡単ではない。料理人としての技量が試されている。熱を加えた鉄板に油を引き、肉を焼き始める。頃合いを見計り特製の調味料をかける。そこからフランベすることで肉の旨味を閉じ込めることができる。出来上がったステーキはホールスタッフの手によってお客のもとに。休むことなく次の準備を行う今川。お腹を空かせたお客に少しでも早く料理を提供する。これが当たり前のようで難しい。今回の試験で問われる技量である。
今川の仕事ぶりを前かがみに見つめる広原。若くして会社の経営者となり、自分自身も現場に立ち続けたからこそ、人一倍調理に対する思い入れは強い。鉄板でね、焼くっていうことが美味しい。全部粉が入るから。表情を変えず淡々とこなし続ける今川。そして最後のステーキを焼き終えた。ステーキ試験の結果は合格だった。試験を終えても今川は厨房に立ち続けた。美味しい料理を待つ人のために。そして料理で人を幸せにするために。試験だったらやっぱり嬉しかったですね。その段取りとかステーキ始まる前の準備はすごく服部さんに教えてもらったのもあって、完璧にそこはできてたと思います。現場を把握して次に何をするかという的確な判断が自分にはまだできていないので、そこの部分をもっと勉強とか分かるようになって現場を回していけたらいいなと思います。料理のそのプロとして、そのお客さんに満足してもらえるような料理を出せるのが料理だと思います。